もしもし。もしもし。はい、テレフォン人生相談です。どうもお世話になります。はい、最初に年齢を教えてください。66歳です。66歳。奥さん何歳ですか ?66 歳です。66歳。お子さんは?2人ですね。長男と一緒に同居です。と今3人で暮らしてるんですか子供と含めると8人になりましたね。あ、大正体ですね。はい、わかりました、はい。それでどんな相談ですか、はい、娘のことなんですけども、お子さん二人というので、長男の方は何歳ですか ?36 歳です。36歳。お嬢さんは何歳 ?42 歳。で、42歳のお嬢さんは結婚してるんですかしないんですか結婚してて、はい。二人が別れる話に今、産んでまして。もう別居してるんですか二人は。そうです。で、子供は旦那の方に、おります。はい。上が長女で、はい、16歳、はい、長男が14歳。奥さんは今一人で暮らしていると。そうです。はい、わかりました。それで、まあ親としてはできるだけ元に戻ってね、はい、うまくやってもらいたいっていう願いはあるんですけども、別れ話っていうのはもうかなり具体的に進んでるんですか。親権どうのこうの、財産分野どうのこうのっていう段階目はまだ行ってないんです。別居の理由は何ですか？夫婦間の意思の疎通不足なりがだんだん積もり溜まってのようですね。はい、要するにことさらですね、例えばご主人がギャンブルだとかアルコールばっかり飲んでるとかそういうことじゃないし、あるいは奥さんの方が何でもかんでも浪費するとかそういう問題じゃなくて、コミュニケーションがうまくいかなくなったということですね。まあ、そういうことですね。はい。はい。でも、これは、ものすごい深刻ですよね。理由がはっきりしてる方が、わかりやすいですよ。ああ。だけど、なんかそういう具体的なことがあるんじゃなくて、なんか関係がうまくいかなくなって、意思疎通ができなくなって、会話があんまりなくなってっていうような、はい、不満になってっていうと、これ直すの方が大変でしょう。それで向こうの方からは盛んに離婚届にハンコを押せっていうことをひっきりなしね、うん、言ってきておるようみたいですね。自分自身でも迷ってる部分はあるんですよね。帰りたいんだけども、はい、ご主人の考え方を変えてくれないと私は帰れないと。いうのはいろいろその生活の面でもね、ええ、旦那からこういろいろと言われるみたい、うまくいかないと思いますだとか。別居って言うけど、奥さんが家を出たっていうことですね。そうです、はい。まあ子供も多いですしね、まあかなり生活も大変なんですよね。で、自分もまあ働いてはおるようなんですけども。まあ、生活が大変っていうのは経済的な意味？はい、そうです。まあその、うまくいかないと、いろいろ旦那の方から、もうお前が悪いみたいなことを、そっち言われてて、うん、我慢しきれないっていうことで出たみたいなんですけどね。うん、これどのぐらい続いてんですか、別居？今、2ヶ月ちょっとですね。うん、具体的な状況っていうのは、むしろお嬢さんが、今、一人で悩んでいて、親に助けを求めに来てるというのではないというふうに考えていいんですか？相談してこうどうこうっていう深刻な状況のようではないみたいなんだけども。うん。つまり、あなたとしては、ほっとくわけにいかないからどうしたらいいでしょうということですか？そうです。はい、わかりました。今日は弁護士の中川淳先生がスタジオにいらしているので伺ってみたいと思います。あ、すいません。こんにちは、中川です。あ、こんにちは。よろしくお願いします。お嬢さんがね、まあお父さん助けて何してどうしてって言ってきてる状況じゃなくて親としてほっとけないと。そういうことなわけでしょ？はいはい。こればっかりはもう当人の問題だからね。だって16、14の子がある。40を過ぎた、はい、夫婦の問題だから、はい、親がどうせこうせってそもそも言える話もないし、本人同士がどう考えるか、娘さんについて言えば娘さんがどう踏ん切りつけるのか、はい、
ていう問題だとはまずは思うんですが、ただお父さんとしてはやっぱりそれは心配だもんね。でね、すごくよくわからないのは、そのお嬢さんがおっしゃってるセリフがですよ、そのお父さんのお話通りだと帰りたいんだけど、ね、亭主が考え方を変えてくれないととてもやっていく自信はないわねと、うん、いうことで迷ってる風にお父さんとしては受け止めてると、はいはい、おっしゃいましたよね。で、今までもうこれ結婚されて少なくとも上の子が16ですから、はい、20年近く経ってると思うのね。はい、婿さんのことは それだけの付き合いが一応ね、その頻繁ではないにしてもね、お父さんあると思うんだけど、お父さんから見てどんな人なの？そんなに悪い人でもないし、うん、まあ普通の人っていうかね、うん、私たちに対しても付き合いはどこなくやってくれてるし、うん、特段問題があると思うので、特段問題はない、うん、でお嬢さんがおっしゃってるね、何かにつけてお前が悪いって言われるっていう話、はい、もう少し具体的に言うとどういうことなんだっていうんですか？まあ、例えば生活費を、はい、まあ、いくらか旦那の方から預かって、はい、で、足らない分は私が仕事をして、やりくりしてると。ああ、お嬢さんがね。そう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 。はい、で、私は旦那が、給料明細も見たわけじゃないし、どのくらいするかわからん、全然わからないと。ただ限られた月、いくらっていうお金を渡されてこれでやれと。で、ボーナスもいくらもらうかは全然わからない。金は全部握ってて、当てがい口で、うん、そうそうそう、月々渡すっていうことでしかないわけ。そうですよ。すごいこう、きついことをたびたび言われてるというようなことは言ってました。お嬢さん自身が、もう我慢の限界で、うん、はい。で、飛び出したというんであればね、ただ そことさっきの帰りたいけどもあのままじゃっていうのとの落差がちょっと今一つわからないんだけども、普通そういう行動を女性の方が起こすときは、で子供が小さければね一緒に連れて出るんですよ。ただ長女も長男もね16であり14でありね学校がありますから、そう簡単に連れて出るというわけにもいかないという事情もおそらくあるし、で、まだ、まあ、出て2ヶ月でしかないと、いうこともあるから、はい、だけども、とりあえず単身飛び出すっていうのは、これはごく普通のパターンなのね。ただね、普通そういう時ってのは、はい、女性って、もう、踏ん切りつけて飛び出したら、あんな天使の面はね、見たくもねえやと、っていうのが、がむしろ普通で、うん、だけど、そのお父さんにね、帰りたいんだけどもっていうのはこれ本当かな？帰りたいっていうことをはっきりは言わないんですが、帰ってもいいよくらいの言い方なんですけども。お父さん、ま、どういう聞き方してそういうセリフが出てきた？向こうから、 お嬢さんから、うん、でお嬢さんが積極的に帰りたいけどもどうこうって言ったの？いえ、言ってないです。だから、もう一度二人で、話し合ってみた方がいいよっていう話をする中で、そういう、うん、まあ、私としても、うん、まあ、旦那の考え方を変えてくれれば、帰ってもいいけどっていうようなことをちらっと。っていうことなんでしょ？うん。まあ、それは親にしてみればね、可愛い孫もね、はい、ここまで大きくなって、うんうん、で、せっかくね、今まで頑張ってやってきたんじゃないかと。はい、うん、そうそう、だったらね、うん、はい、何も今ね、ここでそれを壊してね、うんうん、ね、やることはねえじゃねえかと、うんうん、いうふうに、親として、そう思う気持ちはすごくとってもわかるのです。だけど、一番深刻なのは本人たち、うん、というよりもお嬢さんなんですよ。はい、お前が本当、本当に今の気持ちとしてどうしたいんだと。うんうん、ね。で、うん、お前が本当の気持ちとしてやりたい方向はどうなんだと。で、はい、親として僕がやってあげることは、はい、その上で
本当の本音をね、うんうんうん、お嬢さんが素直に言ってくれて、はい、ということを前提にして、そのお前のその状況気持ちをね、はい、親だから、できる限りサポートするからと、うんうん、ね、親としてできるのそこまでですよ。逆に無理やり元の鞘に収めようとかすると、うん、今度はお嬢さん行き場がなくなってしまう。うんうん、はい。という問題もあるしね。ただね、はい、なかなかその父親がその娘にさ、うん、その辺のところをうまく聞くっていうのは難しいから、お母さんと話してないの？お嬢さん。ああ、してる。いろんな子供親として行ってますし、うんうん、まあお前が、まあ出る前だったけどね、もう出たらもう、はい、最後だぞと、うん。もう出てまた戻るからに行かないから、うん、もうちょっと真剣に考えて、行動するっていうようなことはたびたび言ってたんですよ。うん、前々から相談してたんだ。はいはいはい。それでも出ちゃったんだ。出ちゃったんだ。うん。で、出ちゃった後お母さんは、はい、奥さんはどうしてんの？話はしてる。してるけども、うん。うん、なんかその、はい、受け止め方も、なんかちょっとしらけたような受け止め方しとるもんで。誰が？娘が。お母さんに対して？お母さんに対しても、俺たちに対しても。まあ、親として、あとね、どういうふうに、娘にね。いや、親はね、うん、いいですか、もうこの歳なんだから、はい、もう少し若くたと同じですよ。ああ。見守るしかないんだよ。ああ、そうだね。うん。はい。うん、それで、娘さんが何がしかの形で、はいはい、真剣にね、こういう方向でこういうことを考えてるから、うん、経済的に例えばこうなんで、はい、多少の間サポートしてくれないかとかね、うん。うん。いうことがあれば、手を出すとか、ああ。その限度のことしかできないって。それは、どうするかを決めるっていうのは、これはもうお嬢さん自身が、うん、この先、じゃあ3ヶ月かかんだか4ヶ月かかんだか知りませんけど、うん、一人で悩むしかないですよ。ただ、親としては、そこで、はい、やっぱり様子はよく見てて、大事なことは二つ。一つは、精神的に病むような状況になったら、これはちょっと何かを考えなきゃいけない。だけど、はい、どうも、それはないと思う。様子からすると。ね、はい、で、もう一つは、もう何かを決断して、一人でやっていくと。で、ついては、当座の金がどうこうとか、ということになれば、はい、それはそれなりに、親としてサポートしてあげると。はい、もうその二つながら以外のことを親としてできることないよね。ああ、そうですかね。はい、わかりました、はい。で、あんまりお父さんの方が、うん、ご主人の方に、アプローチするっていうのも考えもんですよ、うん、と私は思いますよ。はい、もしもし、あ、はい、これアメリカの調査なんですけどね、離婚理由で一番多いのは何かっていうとね、コミュニケーションできないっていう、浮気だ不倫だギャンブルだってそういうもんじゃなくて、はい、離婚理由の一番多いのはやっぱりお互いに気持ちが通じ合わなくなったってことですよね。はい、あんまりトラブルには首突っ込まないで放っておくっていうことがいいんじゃないですかね。あ、それよりも、うんうん、あなたの奥さんとの関係を充実させると、うんうん、そちらの方がメインだと思いますよ。あ、そうですか。ことにお嬢さんがあなたの奥さんとね、なんかしらけて聞いているっていうのは、はい、もうほっといてくれよ、いい加減にしてくれよっていう、うん、そういうことだろうと思うんですよ。はい、うん、だから、もうほっときましょうよ。はい、わ、はい、かりました。はい、どうも失礼します。はい、すいません、ありがとうございました。どうも。人のトラブルに首を突っ込まない。